Thank you.
翼？やっぱり翼だった。今日はトーマくんと一緒じゃなかったの？トーマが遅れてるんだ。だからしばらくここで時間を潰すつもり。トーマくんね。翼？そういえば今度キリアが渋谷のど真ん中でライブやるって知ってる？すごいよね。うん、すごい。だよね、だよね。キリアって今や日本の女性トップアーティストだもん。憧れちゃう。翼は本当にキリアのこと好きだね。ファンですから。いつきくんも聞こうよ。気が向いたら。約束だよ。はいはい。その生返事聞く気ないよね。いつきくんは幼馴染なんだから、もっと私のお願いを真剣に聞くべきだと思う。決めた。キリア聞かなかったらパフェをおごってもらいます。もちろん特大の。それくらいならおごるけど、そこまでキリアを布教しなくても。そんなことないよ。だって私、いつきくんとキリアの話したいもん。まあキリアの話は置いといて、話を戻すと、翼って大玉で何か用事？うまくごまかせたと思ったのに。いやG 世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムに出場予定の方は受付まで集合してください。新世代のアイドル発掘オーディション、ワンオブミレニアムも今回で最終選考。私は司会の50位テルです。さてさて、この中からデビューの栄冠を手にするのは果たして誰か。
会場の皆さんも気になってますよね。私もです。次は4番、織部翼ちゃん。翼がオーディションに。さっきのは一体。翼ちゃんはどんなアイドルになりたいですか？私はみんなを元気にしてあげられるアイドルになりたいです。じゃあ翼ちゃんがそう思うようになったきっかけは、皆さんも聞きたいですよね。昔ひどく塞ぎ込んでしまったことがあって、周りの人たちは私を気遣ってくれたんですけど、それがプレッシャーになってしまったというか。でも幼なじみだけはさりげなく普段と同じように私に接してくれて、それが励みになって少しずつ元気が出るようになりました。混んでしまったのは何があったんでしょうか。もしかしてお姉さんと関係ありますか。翼ちゃんのお姉さんはアイドルの織部彩葉さんですよね。で、どんなお姉さんだったの？明るくて歌が上手で、何より とても優しい姉でした。でも翼ちゃんのお姉さんは5年前のいわゆるこけら落とし消失事件で消えてしまったんですよね。なんか質問変じゃね。こけら落とし消失事件って昔役者とか観客が集団失踪したあれか。消えてしまった大好きな姉を思い悲しむ少女、なんという悲劇。私も涙なしでは語れません。何
しかしですよ、ここで問題です。翼さん、あなたの大いなる才能と引き換えに大好きなお姉さんに会えるとしたらどうしますか？実はあなたのお姉さん、織部彩葉さんをこの場に呼んでいます。何が起こってる？いやお前たち、絶対にそいつを逃がすな。あれの依り代の最有力候補だ。一体何が起こって…翼！え？ここは一体ダイタマンなのか？急いで。え？
今の子は。いや、今翼を探そう。今の声は。重ねたよりしろ。翼ちゃんの方も時間の問題。順調だな。ねえ、翼。よこす。え？力。よこす。よこす。
俺は何をしていたんだ。ここは俺が食い止める。どうして。話は後だ。お前はあの子を助けてやれ。翼。急げ。でも翼を助けるにはどうすれば。いつき。どうすれば。信じられん。うわっ、剣が喋った。その声もしかしてさっきの青いお化けみたいな人。ああ、気づいたら剣になっていた。嘘だろ。気をつけて。大丈夫だ、俺がついてる。行くぞ。前を見ろ。戦い方は俺が教える。難しいかも。やった。怖い。落ち着いて、私がついてるわ。失敗しないと決めてみせる。間一髪。剣の人が教えてくれるのか。一か八かで。難しいかも。ちぎれろ。そこか。ヤリさん、いた。失敗しないといいな。失敗しないといいな。失敗しないといいな。決めてみせる。剣の人が教えてくれるのか。一か八かで。くらえ。ここか。怖くない。失敗しないといいな。えい。うわっ。剣の人の思い難しいかも。難しいかも。イカズチよ、これだな。
やりさん、私焦らないや。よかった。俺にもできる。難しいかも。せい、俺は負ける。お疲れ、みんな。なんとか倒せたようだな。戻ることもできるみたいね。まだ状況が理解できんが、俺の名がクロムということだけは覚えている。クロムか。ありがとう。おかげで翼を助けることができた。俺はイツキ、青いイツキって言うんだ。青いイツキか。ん？こちらこそ礼を言わせてくれ。お前のうちに秘めた輝きが俺の闇を払ってくれたんだ。ありがとう。そしてよろしく、イツキ。ああ、よろしく、クロム。私はシーダ。あなたは翼という名前なの？はい、オリベ翼、18歳です。ごめんなさい、翼。私のせいで怖かったわよね。それは、はい、確かに怖かったです。でもあなたがいなかったら今頃どうなってたかわからないから。ありがとうございます、シーダさん。シーダでいいわ。翼は優しい子ね。それで結局クロムたちって何者？俺たちを襲ったり助けたり。待ってくれ。俺はなぜ自分がここにいるのかすらわからないんだ。シーダもですか？私も思い出そうとはしてるのだけど。そっか、どうしよう、イツキ君。それだな。できるだけ早く脱出した方がいい。あれが敵の全てだとは限らない。クロムの言う通りだ。詳しいことは生き延びてから考えよう。構えろ、イツキ。じゃあ、せい、せい、や。やったね。自信はないけど、
か。こんな時は。はあ、大成功。クロム、俺難しい。くらえ、そこか。翼、落ち着いて。落ち着いてって言われても失敗しないといいのさ。いいわね。自信を持て。お前なら勝てる。いいね。どうもです。クロムを通して新たな戦い方が俺の中に。これがこの姿の意味だというのか。どうした？この力受け取って、翼。いいかしら。気をつけろ。俺が力になる。行くぞ。やっ。じゃあ。落ち着け。バッチリ合わせ。それよ。準備 OK だよ。ちぎれろ。私から行くね。これで。敵の動きをよく見るんだ。分かった。ここか。足を引っ張らないようにしないと。敵の動きをよく見るんだ。分かった。クロムみたいに。やれやれ。この力受け取って。いいかしら。
敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。あそこか。ピーチケ君。焦るな。落ち着け。光の刃が。この日を逃すな。まだ倒れないのか。ここか。早く倒れてください。はーい、倒せた。この調子で頑張ろう。俺の技、今の樹なら使いこなせる。化け物たちが落とすこれって何だろう。それはパフォーマだ。おそらく人間たちから奪ったものだ。パフォーマ。あなたたち人間のみが持つ内なる力、そして私たちのような存在の糧となるものよ。オーディションの司会者はこのパフォーマーを狙って人をさらっていたのか。でもこれキラキラしてて綺麗だね。翼の中からもパフォーマーの輝きを感じるわ。人間の持つ力か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。てらっ、はっ、やっ。みんな、チャンスだ。やれるのか、俺に。こいつらはこれでこれだな。怖くない怖くない。ぜい、敵の動きをよく見るんだ。この日を逃すな。なんだか照れくさいな。
敵の気配は消えたようだ。ところで死にたくない。一か八かで難しいかも、難しいかも。クロムみたいにこれだな。こんな時はこの日を逃すな。いつでもいいぞ。かわせないよ。まずはお前とどめ。敵の動きをよく見るんだ。分かった。俺は負ける。私に倒せるかな。一体こいつらは一か八かで食らえ。私に倒せるかな。失敗しない、貫くよ。まだ敵がいるのか。難しいかも。しびれろ。この日を逃す。セッション行きます。いいわね。なんだか照れくさいな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。この力、受け取って、翼。いいかしら。気をつけろ。生き残ることだけを。それよ。走れ、雷光。ここか。私から行くね。ごめんね。シーダがいてくれるから。えい。まだ敵がいるのか。それよ、準備 OK だよ。バッチリ。それそれよ、バッチリ。それよ、走れ、雷光。この日を逃げるな。ついてきて。大成功。翼、落ち着いて。落ち着いてた。いいわね。敵の動きをよく見るんだ。分かった。これだな。やっぱり、えい。やった、倒せた。一歩一歩着実に。
やれるのか、俺に。準備 OK だよ。落ちろ。この日を逃す。セッション行きます。いいわね。うわあ、敵が。決めてみせる。どうすれば。大丈夫だ、俺がついて。これで決まった。みんな大丈夫か。俺の技、今の樹なら使いこなせる。通りにすれば。走れ、雷光。早く倒れてください。オッケー。逃がさないんだから。あれ、ついてきて。オッケー、最後だ。みんなで掴んだ勝利だね。この力、受け取って、翼。いいかしら。イツキ君と一緒に帰るんだ。シーダに教わっていいのね。焦るな、落ち着け。準備 OK だよ。イカズチよ、これだな。セッション行きます。これです。早く倒れてください。私の槍さばき、やった、倒せた。みんな、怪我大丈夫？